イーグルス、そしてタイガースの今日が4回戦、田中とそして、ルーキーという藤浪のこのピッチングの中で、田中がこれ2回ですが満塁のピンチを迎えました。しかしその中で荒木を三振、そして大和、これが銀次がよく取りました。サードはセーフになりますが、よく抑えてツーアウト。そして西岡、当たりが詰まっていました。でショートの松井が取ってノーアウト満塁、大ピンチだったんですが田中が抑えました。この辺は意地を見せた場面。一方の藤波です。藤波は非常にいい投球を見せていました。1回3人、2回もジョーンズ、それからマギ、そして交際を打ち取ります。1回2回はパーフェクトです。好スタートしています。そして迎えた3回の裏になりますが、簡単に2アウトを取った後です。藤田がヒットを打って、そして松井が続きました。まあ、連続のツーベースで1点が入ります。なお銀次が続きます。レフトへ持ってきました。これで松井もフォームを見ます。藤浪から3回の裏に2点を先制します。ツーアウトから奪ったこの2点です。藤田、松井、そして銀次、見事な3連打でした。そして5回裏にも、チャンスを迎えますが、島内のツーベースから始まって、そして藤田打席に入ります。左方向レフトへ持ってきました。まあこれは貴重な1点追加ということになって3対0になります。田中将大、6回の表です。2番の今成、松井の好プレーがありました。まあ、そういった守備のリズムを作るという今日の田中のピッチングでした。鳥谷レフトフライです。そしてマートンセンターフライ、田中がしっかり投げていきました。3回以降ランナーを出していなかった田中将大ですが、8回に大ピンチが訪れました。ツーアウトから、まあ、西岡ヒット、今成、鳥谷がフォアボール満塁、そして4番のマートン、大きな今日の試合の見せ場でした。その初球です。マートンの高いバンド、松井が取って一塁送球、間に合ってのアウト、バチッというグラブを叩いた田中、満塁のピンチだったんですが0点に抑えました。そして9回です。ランナーセカンドに置いてですが、代打の檜山打ち上げてしまって、最後は鉄平が取ります。ライトフライ、これで試合終了。昨日に続いてイーグルスが勝ちました。今日田中の完封シャットアウトは3対0、これでシーズン9連勝ということになりました。